様がレイか。なんと水長剣、楽しませてもらった。ならば貴様にも俺の神髄を教えてやろう。レイ、やめて。その人と戦っちゃダメ。心配するな。俺は戦うことでしか剣やお前に借りを返せない男だ。一つだけ聞こう。北斗七星の横にある星を貴様は見たことはあるか？ある。そうか。貴様は俺と戦う運命にあったらしい。何？降りるのか？もはやこの俺を対等の地に立たせる男はおらぬ。ならば馬ごと死ぬがいい。何？ラオウは手綱を握ったまま動いていないだと。貴様が見たものは俺の闘気オーラだ。貴様はこの俺に近づくこともできんのだ。ならば余計に貴様をここで倒しておかねばならん。究極奥義、断固総裁剣。愚かな。神はすでに貴様に死を与えていたのだ。うわあ！ラオウ、ケンシロウ。その甘い性格でよくぞ今日まで生き延びてきた。それだけは褒めてやろう。だが情に流される者はいずれ必ずこういう運命をたどる。うん。レイ、なぜ俺を待たなかった？あの霊で感じれることができずに、あの男はダメだ。この顔が死にゆく者の顔に見えるか。大丈夫だ、レイ。貴様にも聞こう。北斗七星の脇に輝く星を見たことがあるか？ない。それがどうした？ふん。ではまだ俺と戦う時ではないということだ。おい、どこへ行く？貴様とはここで蹴りをつける。図に乗るな、ケンシロウ。この地、俺は今日までこの地を闘志に変えて生きてきた。貴様のオーラは俺の血が破る。オーラだけでここまで怯えさせた男、望み通り相手をしてやるわ。貴様の成長、とくと見せてみよう。死をもって見届けるがいい。バカ、今が夜ならば貴様の目には貴重性がはっきりと見えるわ。
昔のケンシロウではない。馬から降りるがいい。愚か者が、貴様命を助けられたのがまだわからんのか。この矢を何者かが放たなければ貴様は死んでいたのだ。剣待つんだ。その男には3日間の命を与えた。すぐに殺しては俺の恐怖は伝わらん。だが3日間の命を与えられた者は3日間死の恐怖に怯え、嘆き、そして悲しみ抜くのだ。その恐怖はやがて伝説となり、そしてこの剣王の名を絶大にする。その男も飛行神結衆をついてやる。3日後、全身から血を吹き流して死ぬことになる。ケン、今のお前では魔王にはかなわん。絶対に奴に勝てぬわけがあるのだ。ケンシロウ、貴様はまだ己の剣の質を知らん。俺が恐れたのは唯一、時の剣だけだ。急ごう。ケンシロウはまだ、ラオウと戦う時ではない。え？激流を制するは制する。激流に対して激流で立ち向かって、飲み込まれ砕かれるだけだ。マミヤさん。下がってなさい。レイと剣が向かった村から煙が。急ごう。ケンシロウはまだラオウと戦う時ではない。激流に対し激流で立ち向かっても飲み込まれ砕かれるだけだ。
様は剣王様に見込まれた男。貴様などぶち殺してくれるわ。半人前の技では私は倒せん。お前は時間稼ぎに利用されているに過ぎる。見ているがあいつ相手によっては交流で城の元へ急ごう、間宮さん。時が現れる前にここで一気に蹴りをつけてくれるわ。どうしても戦うというのならこれだけは胸に叩き込んでおけ。お前はこの時代に必要な男。リーナ・バット、みんなのために生き続けなければならんのだ。もう気負ったか、ケンシロウ。命は投げ捨てるものではない。ケンシロウ、レイはやがて来る己の死すら忘れお前の身を案じている。レイはお前に全ての夢を託している。男の心を無駄にしてはならぬ。お前は生きてこの時代を見届けねばならぬのだ。だが、たとえ 99% の勝機はなくても、いや、今のお前には残り 1% の勝機もない。闘気とは、非情の血によって生まれるもの。お前も、シンやジャギとの非情の戦いの末に闘気をまとうことができた。だが、ラオウとお前とでは非常さが違う。ラオウは我らが妖婦龍剣王もその非常な手にかけた。バカな、漁師ではなかったのか。伝承者がケンシロウと決まった今、ここに残っても仕方あるまい。ならば北斗神拳を捨てるがよ。言ったはずだ。俺は天を握ると。捨てる気なら貴様の養子になど最初からならぬ。一子相伝が北斗神拳の掟。お前の剣を封じなければなるまい。北斗神拳奥義、七星転身。これは龍拳の動きは北斗七星の動き。北斗七星がなぜに死を司る星と言われるか教えてやろう。人間の動きの中に七つの四角がある。その四角をたどれば北斗七星の形となるのだ。殺しはせぬ、その拳だけ
二度と使えぬようにするだけだ。こんな時に。神は俺に運を与えた。やはり神はこの俺と戦いたがっている。今一度神よ、一瞬の命を。死ね。時が現れた以上、お前たちと同じ地上に降り立たねばなるまい。下がっていろ、ケンシロウ。見ることもまた戦いだ。私の剣、私の戦い方はいずれ必ずお前の役に立つ時が来る。飛行新探中をついた。お前の体は私の声がかからぬ限り動かぬ。時やめるんだ。北斗神拳の戦いに2対1はない。お前は北斗神拳の正当な伝承者であることを忘れてはならぬ。死を覚悟している。時は死によって剣に何を伝えようというのか。行くぞ、ラオウ。ラオウではない、剣王と呼べ。今や天を目指す俺の剣を見せてやるわ。様も俺を倒せる腕がありながら老いと病に果てる。時、貴様はきっと視聴生を見たのであろう。しかし貴様への死の使者は病ではなくこの俺だったのだ。動かぬのだ。ドキ、飛行ばっかは
俺を解き放ってくれ。時は動かぬ。時は己の信念のみに死ぬ男。なぜ今剣を解き放てば確実にラオウを倒せるのに。一子相伝の北斗神拳、1800年の歴史は俺たちが思うよりはるかに崇高で重い。それを時は剣に死をもって教えようとしている。もう俺の剣を流すことはできぬ。貴様は自分の剣を封じられたのだ。俺はただ待っていればいい。病の貴様の体が流血に耐えられなくなるのをな。ケンシロウ、どうやらここまでのようだ。私の死を糧として伝承者の道を歩むがよい。やめろ。どけー。見切った。時の命もらった。やめておけ。そんなもので俺は倒せぬぞ。マミア、やめろ。ボウガンなど役に立たん。北斗神拳には西真空派がある。矢を放った人間にその矢が返ってくるぞ。でも今戦えるのは私だけ。よかろう。撃ってくるがいい。やめろ、ラオウ、やめてくれ。その女だけは殺さないでくれ。エイ。おう、貴様、この女を。そうだ。その女マミアは、俺に愛というものを教えてくれた。たった一人の女だ。ありがとう、エイ。あなたのその気持ちだけで、こんな時代でも生きていてよかった。時の飛行箱を破ったのか。ケンシロウ。破ったのは俺の肉体ではない。あくまでも人間として生きる汚れなき心、心が飛行を破ったのだ。ラオウ、貴様が握るのは天ではなく創世だ。倒される剣王ではないわ。この地を北斗神拳1800年の終焉の地としてくれるわ。ラオウ、貴様は己の命さえ握ることはない。もう止めません。いや、むしろケンシロウの戦いを見てみたい。体を支配するは魂。北斗神拳の真の奥義はそこにあるはず。
凄まじい戦いだ。もうやめて、もうこれ以上の血は見たくない。この二人に無血の戦いはありえない。終わった！剣王の伝説は終わったんだ！剣王の帝国は崩壊した！ラオウ、今は去れ。相打ちはお前も望まぬだろう。剣王、今日が終わりではない。今日が貴様と俺の戦いの始まりなのだ。俺は天をつかむ男。俺は俺の帝国を築くまでは決して死なん。俺は剣王。剣王は決して膝など地につかぬ。だ。部下は去り、残されたものはあの馬のみ。奴もまた孤独。